アップルマッキントッシュマック OS、マック OS10 ライオンマック OS10 ライオンはアップルが開発したマック OS10 の8番目のバージョンである。バージョンナンバーは10.7。マック OS10 ス,スノーレオパードの後継バージョンとして2011年7月20日に発売された。OS 本体の最終セキュリティアップデートは2014年9月17日にリリースされた。 セキュリティアップデート2014から0042014年9月29日にリリースされた OS 10バッシュアップデート1.0である。正式名称は MacOS 10ライオンであるが、マーケティング上においては Mac の名称を外して OS 10ライオンと呼称された。2010年10月20日に行われた Apple イベントバックツーザー Mac において開発が発表され、 新機能の一部がプレビューされた。2011年2月24日に新 MacBook Pro の発表と同時に Apple の公式サイトから追加で新機能の説明がされ、開発者向けにデベロッパプレビューがリリースされた。2011年6月6日に行われた WWDC2011 で7月から一般ユーザーへの販売を開始することを発表。 その後行われた市販機決算の発表会の中で発売日を7月20日とすることを発表した。価格は29.99ドルでサーバー版の MacOS 10 Lion サーバーは49.99ドル。本バージョンでは従来のバージョンで行われていた DVD ロムによる販売を廃止し m a c ア p Store でのダウンロード販売と USB メモリでのみ提供されている。 ダウンロード版のインストールは基本 MacOS 10V10.6 からアップグレードという形で行われる。MacOS 10V10.4 と MacOS 10V10.5 からのアップグレードは先に前バージョンへのアップデートが必要となる。ただしダウンロードしたインストールデータは光ディスクなどに複製することが可能であり、それらを用いてクリーニングストールができる。 よって、ダウンロードには、MacOS 10V10.6 環境が必須だが、インストール先の Mac に、MacOS 10V10.6 がインストールされている、必要はない。2011年7月22日、初日のダウンロード件数が100万件を突破したことが、発表された。MacOS 10 Lion は250以上の新機能が、加わるほか、 インターフェースの変更も V10.5 以来の大幅なものとなる。2011年10月12日、iCloud のサービス開始に合わせて、バグの修正、安定性の向上、iCloud のサポートを目的としたアップデートが行われた。エクスポーズ、ダッシュボード、スペーシズの各機能は、新たなミッションコントロールによって統合された操作環境が提供されるほか、 Mac a p アップストアとの連携強化やフルスクリーンのウィンドウ表示、ランチャーであるローンチパッドなど iOS に由来する新機能を搭載している。アクアユーザーインターフェースも変更され、ウィンドウのスクロールバーがスクロール時のみ表示されるオーバーレースクロールバーとなり、サイズ変更つまみは廃止される。ウィンドウの下および左右のどの隅をドラッグしてもウィンドウサイズを変更できるようになった。 インターフェースの変更とセーブ。ありがとうございます。